なんかね、バイヤーに呼ばれたんですけど、どうしたらいいかな。バイヤー。来た。なんだそれ。ミカリカちょっとお昼ご飯一緒に食べに行きましょう。はい、行きましょうか。ランチ。ちょ、おかしいですって。え、いや、ぽいかなと思って、なんかこうトルコ風イメージしてきたんだけど、これ絶対あれで、トルコの人もこれやで。皆さん、トルコの人はこんな格好してませんよ。はい、ごめんなさい。え、ってことはそういう系のご飯ですか。そうそう、トルコ料理食べに行こうと思って。あ、なるほどなるほど。そう、今まではケバブだったけど、はい、今回もケバブ。レッツゴー。今日行くトルコ料理屋さんは、はい、もうね、本格的ですよ。おお、さあ、そろそろ着くんじゃなかろうか。場所は新宿。あれや、絶対あれや。時は平成、場所は新宿。ほい、到着しましたよ。新宿にあるね、トルコ料理屋さん、チャンカヤっていうお店です。チャンカヤ、うん。席に着きました。着きました。到着。僕はこのね、ヨーグルトがかかった、ケバブにヨーグルトがかかったイスケンデルケバブっていうのを頼みます。気になるそれね。はい、私は A セット。 A セット一番なんか王道っぽいよね。きたー。ご視聴いただきます。あー、もう私こういうね、あっさりしたドレッシングめっちゃ好きなんです。新宿という都会に疲れた我々をトルコの大地が癒してくれます。スープもやってきましたよ。うん、どんな香り。剥ぎ方、うん、ふわってこう、なんやろ、バターみたいな素朴なんですけど、なんだろうこれ。いや、無塩バターが効いてる感じ。何して、うん、相手が適当に言ったし。いや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 、本当にトルコ料理って普段そんな食べないけど、うん、なんか結構親しめる味でいいっすね。うん、そんなに身構えなくても食べられる感じですね。じゃ、まず私の A セットからご披露ください。じゃーん、おー、すごい。ごめん、めっちゃスパイシーな、いい匂いがしてる。めっちゃいい感じ。チリソースっぽいような、うん、玉ねぎをみじん切りしたなんかドレッシングみたいなソースがあって、うん、これをつけたら、あ、辛い。僕のやつはヨーグルトがけ、これです。ヨーグルト酸っぱいじゃないですか、うん、その分でなんか肉のこってり感が中和されて、うん、これはね、どんどんいけちゃう味。うまい。うまい、うん、めっちゃおいしい、うん、意識し始めると、うん、結構身近にケバブ屋さんある、うん、どうでしょうかね、皆さん地元にケバブ料理あるかどうかコメントで教えてください。確かにね、知りたい。そのコメント見てきっかけでなんかそこ行ったよみたいな話とか盛り上がったら、ね、ちょっといい話なんじゃないかなと思うけどね、うんうん、そのうちなんかケバブ作ってみたとかやりたい。ケバブのマシン仕入れたいけどね。バイヤーしてください。アップバンクストアで、うん、僕が頼んだイスケンデルセット、はい、スペシャルセットにこんな感じでねケーキついてくるんですよ。人参人参のケーキだって。わ、すごい。それでもね、僕ケーキ食べれないので、はい、大体あげます。あ、いいんですか、ね、食べて味の感想聞かせてください。わかりました、うん、ねっとりしてる。へえ、しっとり系、うん、そう、しっとり。めっちゃ美味しい。いいなぁ、いいなぁ。全部食べちゃった。ごちそうさま。美味しかったです。新宿にあるチャンカヤというトルコ料理のお店へ来ました。とっても美味しかった。美味しかったです、うん、皆さんぜひ機会があったらトルコ料理食べてみてください。ご視聴ありがとうございます。アップバンクストアの仕入れ担当バイヤーの盾でございます。このバイヤーチャンネル24ではアップバンクストアで販売している iPhone や iPad もしくはキャラクターグッズなどの面白いアイテムを紹介しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。 PC の方はこちらのボタンから、スマートフォンの方は動画の概要欄にある登録ボタンからぜひご登録をお願いします。バイヤー、バイヤー。